はい、アストモココロさんのインタビューです。一般的に悟った人、悟りの人っていう言葉がありますけども、これはどういうことでしょうか。悟った人っていうのはもう自我を味わい尽くした人、で自我を味わい尽くしてるからもう人間である必要はない。だからもう光と神様と同じ状態の人なんだよね。だから体は人間でも、もう考え方、解釈の仕方っていうのはもう不特定多数の人と全然違うものになってるから人間ではないんだよね。もう三次元の場所、いわゆる今物質世界にどっぷり浸かってるところには同じ場所空間にいたとしても同じ世界にいないんだよ、そういう人たちって。もうまるっきり違うから、同じ出来事が起きたとしても同じ解釈ではない。だから理解されないことも多い。なぜか理解しがたいことだからね。だから不特定多数の人からにしてはこいつ何とかそういう感じになったりとかもするけど、でも本質を知るものだからジャッジもしない。そして人のいざこざ、人間のいざこざ、そういったことには手出しはしない。なぜか一人一人が持つものを信頼している。だからその人自身の愛で丸ごと受け入れて愛で返すって感じ。存在自体を丸ごと癒すって感じだね。だからその人自体がいる自体、存在自体で癒しが始まる。だから悟る人っていうのは自分がいろんな経験を味わってきた上で自分のことを癒し認め、そして唯一無二の存在となることで人々に伝えていく側になる、そういう感じ。だから人間独自の自我、自分の物差しっていうものはいらないんだよ。上から置いてくるのをそのまま流すっていうこと自体のシナリオだから、味わう必要はないんだよね。